10月の釜山映画祭で拝見できて素晴らしいあの映画なんですけど、次のもうそのアーメンの次の企画は進んでらっしゃるものがあるんでしょうか。어이렇게지금말을해요그러면약속이되니까아조용히지금생각하고있습니다근데언제무엇이될지는저도아직모르겠습니다ここでね、あのこれを撮りますよって言うと皆さんとこう約束することになってしまうかと思うんですけれども、今はあの静かに頭の中で考えているだけで、まだ次は具体的に何を撮るかはまだ決まってないです。アリランを見させていただいてすごく共感したのが、その映画を作ることを多分監督の中で僕の主観になってしまうんですけど、何のために映画を作るかっていうのが、何のために人生を生きるのかっていう意味と同じように感じました。まずそこに監督のような大監督もそういうことを考えてるんだなと思ってすごく勇気づけられました。それでやはり聞かなきゃいけないなと思った質問が、このアリランを作って、で今、次回の作品も制作中ということで、監督の失ってしまった映画に対する信念というのはまた取り戻すことができたのかどうかということをお伺いしたいです。아직까지많이크게아직까지완전히회복되진않았지만지금많은여행을통해서많은사람들의삶을이렇게보면서지금다시인생의가치인간의가치그런어떤우리가아직알지못한인간의비밀이런것들을지금찾아헤매고있습니다ですね、まだあの完全に回復したわけではないと思うんですけれども、あのその間さまざまな旅をしたり、多くの人の人生を見ることによりまして、今また、人生の価値とは何か、人間の価値とは何かっていうことを考えるようになりましたし、まだわからない、人の秘密っていうものがあると思うので、そういうものは何だろうということもたくさんまた考えるようになりました。僕も自主制作映画を作ってます。本当に全く足元にも及ばないんですけど、本当に勇気づけられました。カムサハムリダ。で見ていまして、あの小屋なんですが、完全に人里離れた場所というわけでもなく、向こうには人家が見えていて、トイレも水道もガスも来てない割には電気だけは来ているという、何か見ていて隠遁地としてはすごく微妙なところだなと、まあ、この微妙がそれこそ韓国語でどう伝わるか微妙なところなんですが、あの小屋に住もうと思ったというか、要するに住む隠遁地としてあの小屋を選んだ理由、あの小屋にまつわる話をお伺いしたいんですが。언젠가는제가영화를만들수없을때가올것이라고늘생각했습니다영화를만들면서언젠가는내가영화를만들지못할것이다그러면나는조용한시골마을에가서농사를지을것이다늘이런생각을하고오래전에약10여년전에그작은집을준비했습니다그리고그러나그동안영화를많이만들면서거기에갈기회가없었고3년전에저에게어떤작은시련이찾아왔을때아저는거기에갈거라고생각하지않았지만어느날보니까제가그곳으로혼자이렇게피해와있었고사람들을멀리하고있었고아무도만날수없었고그렇게되면서아리랑도찍고싶어서찍은것이아니라어느날혼자외로워서저자신을비춰놓고혼자제혼잣말을하다가이제결과적으로나중에이렇게영화로소개가되어버렸습니다実は私はいつか映画を撮れなくなる日が来るとずっと思っていたんですね。でもし自分が映画を撮れなくなった時には静かな田舎に行って農業でもしながら暮らそうと思って、実はあの家というのも10年ぐらい前に準備していた小さな家だったんですね。でその時はそう思っていたんですが、その間はずっと映画を作り続けていたのであの家に行くことはありませんでした。ところが今から3年前に、ある試練にぶち当たり
まして、そしてある日気がついてみたらもう人の目を離れるようにしてあの場所にいたんですね。そして他の人にも会わないというそういう生活に、なっていました。でこのアリランという映画も最初に作りたいと思って作ったというよりもとても寂しかったので、自分を映してみてこう自分と向き合ってみてそして撮っているうちに、まあ、映画として完成させることになりました。アリランを拝見させていただいてその思ったことが今の日本とも通ずることかもしれないんですけど、何でしょう、どうしても何でしょう避けられないような不条理だとかそういう悲惨なことっていうのは人間、私たち人間が生きていく中でそのどうしても付き合っていかなくてはいけないものなんですけども、その孤独や寂しさも含めて業や反そういったものとどうやって向き合ったり何でしょう共存して生きていけばよろしいかとお考え、僕はお考えでしょうか。저도그런질문들때문에아리랑을만들게되었습니다まず私はそういった問いかけが私自身にもあったからこそこのアリランを作ったんですね。그러나저는봄여름가을겨울그리고봄이라는영화를만들기도했지만봄여름가을겨울그리고봄은각기다다른성격을가지고있는계절입니다そしてかつて私はあの春夏秋冬そして春という映画を作りましたけれども春夏秋冬というこの4つの季節というのはそれぞれ全く違うものですよね。그것처럼우리의삶의순간순간도어떤그런변화가우리를괴롭히고우리를슬프게하고또는행복하게하고아프게하고기쁘게한다고저는생각합니다それと同じように人生の一瞬一瞬その瞬間というのもやはり人に変化を与えるものだと思います。ある時は人を苦しめたり悲しませたり幸せにしたり喜ばせたりそういう変化だと思います。그러나인간들은스폰지가아니라서그모든것들을이렇게부드럽게흡수하지못하고아파하고슬퍼하고또는행복하지만절망하고이런어떤과정을통해서인생이라는큰어떤 그릇을채운다고저는생각합니다でも人間というのはスポンジではありませんのでそのすべては吸収できないわけですね。ですからある時は苦しんだり悲しんだり幸せを感じながらも絶望を感じるそういったプロセスを経て人生という一つの器が満たされていくのだと思います。저도어떤사건을통해서영화에대한신념을잃었고인간에대한믿음을잃었지만지금은다시제가하고자하는일에대한신념과인간에대한믿음을저는포기하지않으려고지금아리랑을만들었다고생각합니다そして私自身も先ほど言ったようにある事件がきっかけで映画に対する信念を失ったり人に対する信頼を失ったりしてしまいましたけれどもまたもう一度仕事に対する信念を持って人を信じるっていうことを諦めないようにしようとそういう思いがあります。そういう思いに支えられてこのアリランができているわけですね。지금일본이야말로전세계에서가장큰 어떤 슬픈 상황이라고저는 생각합니다. 今日本はまさに全世界の中でも最も苦しい状況に置かれている国だと思います。제가말하지않아도그이유는알것입니다. 私が言わなくてもその理由は皆さんご存知だと思います。그러나저는거기에서어떤신념을포기하고그믿음을포기하면저는안된다고생각합니다でもそういう中にあっても人はやはり信念や信頼を諦めてはいけないと思います。인간의에너지는굉장히강하다고저는믿습니다私は人間のエネルギーというのはものすごく強いものだと信じています。그방사능보다저는몇배몇천배더강한것이인간의어떤에너지라고저는믿습니다私は放射能の何百倍も何千倍も強いのが人のエネルギー信念だと思います。좀시간이필요하긴하겠지만다시여러분들이생각하는어떤그런고민들이해결되고지금이슬픔의시간이라면곧어떤기쁨의시간이런것들이다시인생의사이클처럼되돌아올거라고저는믿습니다
時間はこれからかかるかもしれませんけれども、いつかは必ず今抱えている悩みですとか、そういった苦しみというのは、解決されると思います。今はもしかしたら悲しみの時間かもしれませんけれども、一つのサイクルの中でもう一度きっと幸せの時間が訪れてくれると思います。저는그오두막에서너무외로워서아리랑을만들었고아리랑을만들어서이렇게너무나많은사람들앞에서이렇게웃으면서얘기할수있는지금이런현실이저한테왔다고생각합니다私は、あの映画の中に出てきた小屋の中であまりにも寂しくて、そしてアリランという映画を作るに至ったんですけれども、その結果今たくさんの人の前で笑顔で、いろんなことが語れる、そういう現実に巡り合えたと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。この、 あのアリラン、クレストインターナショナル配給によりまして、来年2012年の3月にシアターイメージフォーラムで公開が決定しておりますので、どうぞ皆様今日の感動をですね、一人でも多くの方に、お友達にお伝えいただけましたら、そしてまたもう一度この Q&A の後でまた見に行っていただけたらと思います。これからキム・ギドク監督はどういう映画を作られるのか、どこにいらっしゃるのか、これからのギドク様を皆様と共に追いかけ続けたいと思っております。今日は本当にオープニング作品にいらしていただいてありがとうございました。감사드리고요제가오늘이분이저한테그림을선물해주셨어요今日は本当にありがとうございました。そして今日こちらの方が私に絵をプレゼントしてくださったんですね。제가그대답으로아그저기보답으로영화에서많이들었지만아리랑을짧게하나불러드리겠습니다その気持ちに応えるために映画の中でも何度も歌いましたけれども、皆さんにも短いフレーズですけれども、ちょっと音を聞かせようか。아마는이세상야속한이문정을두고못만가니눈물이나네아리랑아리랑아라리요아리랑고개고개로나를넘겨주もうここからは